今回は最も美しく軽量の大容量ポータブル電源を紹介します。車中泊やキャンプ人気が高まってきて、様々なアイテムが登場する中で、快適な車中泊やキャンプのためにポータブル電源は必須アイテムになってきましたよね。さらに異常気象で災害が多発していることなどもあり、家族やペットを連れて避難が必要になったらどうしようと、もしもの事態に備えるためにもポータブル電源は持っておいて損はないアイテムの一つになっています。しかしポータブル電源がメジャーになってきている今では、逆にたくさんありすぎてわからない、結局どれがいいの、そんな風に思っている方も多いのではないでしょうか。とはいえポータブル電源は高額なので簡単に選ぶことができません。そんな人へ、今回は2年間のキャンピングカー生活で毎日電気の確保で奮闘し、様々なポータブル電源を見てきた私たちが出会った理想の1台を紹介します。デザイン、性能、使いやすさなどあらゆる面においてポータブル電源の中でもトップを誇る1台、こんなポタ電見たことないくらい超おしゃれなのにトップクラスを誇る性能のサブマ。今日の動画では製品の特徴、充電能力、使用シーン、5つの魅力を順に紹介します。お得なクーポン情報もあるので、ぜひ最後までご視聴ください。なぎさ園到着しました。じゃあ開けてしよう。はい、デイキャンプにやってきました。やってきました。はい、そしてこちら、はい、ポタ電サブマ、今日は使っていきたいと思います。思います。はい、まずね、このサブマ紹介していきます。はい、はい、これめっちゃおしゃれだね。これはね、本当にいろんなポタ電を僕は見てきたけど、ダン、うん、トツでおしゃれですね。これ、はい、ポタ電に見えないくらいおしゃれ。そうなんです。はい、でこちらのサブマはポータブル電源 S2200 という製品で紹介していきます。はい、こちら容量ですけど 2258Wh で、スマホだと180回ぐらい、冷蔵庫だと59時間ぐらい、電子レンジが 2.5 時間ぐらい使える大容量です。重さは約 20kg、 2000Wh クラスでは最軽量です。サイズですけど、幅が 20cm、長さが 43cm、 高さが 30cm です。定格出力が 2000W、 最大瞬間出力が 4000W になっています。なのでまあ冷蔵庫とか炊飯器、電子レンジ、ドライヤーなどなど、大体の家電は全部使えるという感じですね。そうです。はい、すごい。でやっぱりね、長期旅をしていると、いつねポタ電があったとしてもいつ充電できるかわからない状況になったりするので、だからね、これくらい大きい容量のポタ電が1個あると、やっぱり生活の仕方とか過ごし方の快適さが変わりますね。変わります。はい、僕はこの容量のポータブル電源がすごく嬉しいんですよね。それでいて重さが 20kg ぐらいなんですね。うんうん、なので大容量の割には持ち運びやすくて最高です。うん、すごいね、扱いやすいし、はい、おしゃれっていうね。そうです。もう最高。最高です。ね、すごいです。まず USB-A 端子が2つ、USB-C 端子が2つ。最大これ 100W あります。そしてシガーソケット出力が1つ、DC 出力が2つです。で一番下が AC コンセントの出力が3つあります。3つもあるわね。あります。あのぶっちゃけね、私は最初ポータブル電源が何なのかっていうこともわからなかったし、なんかなんで必要かとか、もうそういうこともよく分かってなくて、でだからね、なんかポータブル電源でなんか AC とかさ DC とか、なんかそういうことを
言われるとなんかよくわからない、もうちんぷんかんぷんだったんですよ、ぶっちゃけ。まあ今だったら生活の中でもう毎日使っているものなのでもうよくわかるんですけど、もうとりあえずね、いろんな口があるので、まあ使うもの、パソコンとかスマホとかドライヤーとかによって、まあ差し込み口がね違うので、これだけあると何でも使えるっていうことと、あとね、うん、こう2個とか3個あるっていうのは結構嬉しいよね。そうだね、絶対にいるからね。1人ずつパソコンとかスマホとかで使っていくと、だいたいこれ必要だもん。必要だね、うん、カメラの充電もしなきゃいけないし ね、はい、なのでめちゃくちゃ便利だと思います。はい、はい、充電に関してなんですけど、はい、まずこちら、これがソーラーチャージャーの充電ソケットです。そしてその真ん中が、それは、AC コンセントですね。はい、次充電の仕方なんですけど、まずは AC 充電ですね。はい、こちらをこの真ん中のここに差し込んでコンセントで充電できます。はい、そして次がソーラー充電です。こちらは、ソーラーパネルと、その黄色いソケットをそこにまた左側のところに接続してソーラー充電ができます。次がシガーソケット充電ですね。こちらも同じソーラー充電と同じ場所に差し込んで、シガーソケットで、こちら最大 120W で充電ができます。3パターンですね。3パターンあります。それと温度範囲なんですけど、よくリン酸鉄リチウムバッテリーと比べられるんですけど、低温に関してはリン酸鉄リチウム電池が少し不利なんですね。氷点下になってくると動作が鈍くなってきますけど、こちらの三元系のバッテリーは低温に強いです。その代わり高温には若干弱いので注意が必要です。動作温度としてはマイナス10度から40度です。保管温度はマイナス20度から45度となっていますので、真夏の炎天下での車載積載は控えた方がいいと思います。僕たちはキャンピングカーなので、真夏の炎天下でも車内が45度を超えることは今まで一度もなかったんで、積んでおいても大丈夫です。で、次安全面なんですけど、 BMS 機能っていってバッテリーマネジメントシステムが、いくつかついています。例えば過充電保護、過放電保護、ショート回路保護、過電流保護、低電圧保護、簡易 UPS 機能などがついています。これはですね、電気自動車にも採用されているシステムになっています。さあ今日はアイスコーヒーを作ります。暑いのでこちらのホットエアコンをつけたいと思います。 AC オン、起動しました。今エアコンをつけたんですけど、約 200W 使っています。できたかな。はい、はい、できました。できましたね。これバイタミックスね、はい、馬力が10まで段階があって、一番最大でも余裕で使えました。世界有数の馬力ですから、すごい、それが感激した。余裕で使えたね。エアコンとミキサー同時に使って約 1000W ぐらい出たんですけど、余裕でした。余裕でしたね。はい、ということでこちらのサブマ使ってみました、はい、そこで
5つの魅力を最後にお伝えしていきます、はい、はい、まず魅力1つ目、おしゃれなデザインで空間に馴染むということです、はい、ね、もうこのねデザイン性の高さはもう圧倒的で、そうです、本当に気に入りました。かわいいね、はい、で本当にあの車中泊とかバンライフ以外でもお家で使いたいとかそういう人にもね、あの多分家にあっても全然馴染むじゃないかなと思います。災害用に1個持っといてもいいんじゃないかなと思います、うんうん、ね、すごくおしゃれで使いやすいと思います、はい、魅力その2、大容量なのに軽量ってことですね、はい、この大容量 2000Wh クラスのポータブル電源の中で 20kg っていうのはもう最軽量なんで、そうですね、これは持ち運ぶ時にも便利だし、うん、女性でもねこれだったらまあ持てますよ。そうですね、うん、移動するとかはできると思います。はい、このサイズ感もちっちゃいよね。サイズ感もちっちゃいですね。それも助かります。そうそうそう、うん、比べてみると分かりますけど、うん、私たちも限られた場所にね置くってなるとすごくねスペース取られてしまうので、このコンパクトさはすごくね助かります。だいたいよくある 1500Wh クラスの大きさと変わらないぐらいなんで、うんうん、だいぶ小さいと思います。はい、その3、急速充電。急速充電、はい、これは 2000Wh フル充電した場合 2.5 時間出てきます、うん、すごい、一番早いやつだよね。3段階あって、そうだね、急速充電の場合は 2.5 時間で、まあ、1時間でもう 60% までいくそうです、うん、すごい。でバッテリーのね保護のために、はい、だんだんちょっとゆっくりになってるっていうのもありますけど、うんうんうん、これはかなり速いです。すごいですね。はい、はい、その4、アクセサリーでアレンジが楽しい。はい、はい、今ねここについてるチャブマ、これもね付け外しが簡単にできたりだとか、チャブマって言うんだって。こちらの板チャブマです。ここに溝があってもうここにはめるだけですね。そうです。すごい、大輝くんかっこいいね。すごい、こんなデザイン初めてだね。ね、すごい。めっちゃかわいい。あと外のねカバーもいろいろつけたり、あのポッケにね入れたりもできるので、すごく使いやすいし、いろんなアレンジをそれぞれのね使い方で楽しめるかなって思います。あれはめっちゃまたかわいいよね。ね、また今までのポタデンの概念を覆すというか、本当ね今までと違うなっていうところに感動しました。はい。はい、その5、充実したサポートです。はい、こちらは総輸入元のアビロスさんというところが新潟に工場があって、うん、100% そこで性能検査をしています、うん、でなんか海外から来たのは全部チェックするそうですよ。はははまあ、僕直接聞いたんですけどね、うん、なのでその海外製だけど日本レベルの精度で検査したものがフル充電で届けられます。すごいね。はい、安心ですね。安心です。買うときも安心で、買ってからもなんだよねサポートが。なおかつそう24ヶ月の長期サポートがついてるんで、うん、日本語対応でその問い合わせとかもできますし、うん、すごいね。めちゃめちゃそれは安心だと思います。その他はあのいろんな認証が取っていまして、うん、防災製品と推進品認証だとか、うん、国連特別輸送試験認証も取ってるそうです。安心ですね。そう、いろんな面でね、はい、安心があります。はい、ということでいかがでしたでしょうか。はい、とても素晴らしいポタデンに出会うことができました。はい、ね車中泊バンライフにはねもちろんのこと、災害対策でね、はい、こうスマホとかパソコンとかちょっとしたね家電をあの何か対策でね使いたいっていう方にもすごくね安心できる一台かなと思います。沖縄の知り合いに聞いたんですけど、うん、やっぱり台風とかであの停電ってよくあって、うん、そうだよね。そうしたらやっぱりスマホが使えなくなる、うん、テレビが見れなくなる、うん、ラジオが見れなくなるとか、そういう弊害かなりある。あと冷蔵庫も使えないとかだから、うん、そうだね。ポータブル電源があると冷蔵庫も電子レンジもスマホ充電もできるんで、うん、数日間ね、そうですね、それで賄えるじゃないですか、うん、もしもの時にね。そうです。
ソーラーパネルがあればなおかつね自分で充電もできるから、うんうんうん、そういった意味では自分でオフグリッドの生活できるようにしておくのはいいかなと思いますね。はい、はい、ということでこちらのサブマ概要欄にねリンク貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。はい、またね質問もあればどんどんコメントしていただけたらと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。 Nobody's gonna come and save us. We cash into many empty favors.